本日発売のドラリンパック、すごいですね。久しぶりですよ。発売日にほぼほぼ完売。もう残ってるのは一箱ぐらいかな。はい、という形になりました。売り切れるかなと思ったけど、ギリギリ、明日日曜日にまだちょっと商品が残せそうです。で、シングルカードもね、やっぱりね、当てづらいのかな。ほら、みんななかなか揃わない。っていうか、そんなたくさん買えないもんね。1パック400円もするから。だからなのか、結構、シングルも売れてます。はい、入れ替わりが結構ありますのでね。はい、という感じで。だから、今いいんじゃないかな、今回は。まあ、売り切れて、もっとあったらもっと売れたのになっていう残念はちょっとあるんですけど、いや、でも全然、売れ残っちゃって大変だっていうのがずっと続いてた後なので、売り切れてくれてよかったなと思います。これ、週明けの、なんだ、追加とかは、問屋さんは今のところはないっていう話なので、まあ、再入荷があるとするとまたちょっと先になると思うんですけどね。全国的にどうなんですかね。結構売り切れてるところも多いんじゃないかなと思うんですけど。はい。今はそういう状況です。まあ、この先心配なのは逆にこの再入荷でバーっとね、出回っちゃうと今度また、まだいろいろ崩れることがあるんじゃないかなと思うんですけれども、とりあえずは現時点では非常に良かったという感じです。はい、ドラリンパック、いい感じなんでぜひ皆さん向いてみましょうということでした。ではではでは。ブックアイランドは商品が安いわけでもない、そして広くもなければ綺麗でもない。だがたった一つだけ負けないことがある。ブックアイランドに来れば友達、仲間ができる。ブックアイランドジュニア入間店。